下良町民図書館は愛知県北下良郡下良町田口にある公共図書館である。下良町役場議場棟の一角に図書館が設けられている。地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定に基づいて設置されており、図書館法の規定に基づいて設置されているわけではない。ため、図書館法における図書館ではない。1991年に 下良町立田口小学校跡地に残された特別室校舎の一角を用いて開館した。2014年には新築された下良町役場議場、図書館棟に移転した。下良町には、下良町民図書館の他に、旧津群村域の津群総合支所となりに次ぐグリーンプラザ図書室がある。図書館開館以前図書館があるしたら町田口1889年に、 町村制が施行されて、町村合併が進行すると、愛知県の北東部にある北下良郡域の青年組織も新しい活動に取り組み始めた。その中には、図書、新聞、雑誌の縦覧があり、例えば、名倉村青年団では、収容部と呼ばれる部門が収容に関する書籍、雑誌購読の勧誘や青年書籍棚の設置などの活動を行っていた。 1956年には、田口町、団、峰村、名倉村、古草村の一部が合併して、下良町が成立した。町立の公共図書館、図書室は設置されなかったものの、学校図書館は教育の全領域を支えるものと認識され、学校図書館は学習資料センターとして位置づけられた。2002年5月1日時点で、 下良町立田口小学校の学校図書館は4569冊。下良町立清礼小学校は3704冊。下良町立田峰小学校は3059冊。下良町立名倉小学校は4442冊。下良町立下良中学校は4426冊の蔵書を有していた。下良町民図書館の開館下良町。 立田口小学校は田口地区の中心部にあったが、1990年に田口地区東部の高台に移転した。小学校の建物の内木造の校舎は取り壊され、跡地は暫定的に田口スポーツ広場となったが、鉄筋コンクリート作りの特別室校舎は残され、この特別室校舎を用いて1991年に、下田町民図書館が開館した。 1970年に設置されていた特別室校舎の延べ床面積は415.2平方メートルであり、図書室部分の床面積は75平方メートルだった。1階に図書室と教育委員会事務局、2階に壁地研究コーナーと視聴覚ライブラリーと会議室が設置された。1995年度の利用者数は4699人。 貸出数は6,915冊だったが、1999年度を境として利用者数や貸出数が前減しており、2002年度の利用者数は3,233人、貸出数は5,215冊だった。冷房施設を有しているため、夏休み期間中は小中学生の利用が多い。毎月1回の頻度で図書館頼りを発行しており、 2003年12月時点で138号まで発行されていた。2002年度時点の蔵書数は、一般書が1608冊、自動書が3792冊、その他が221冊、計14621冊である。うち13554冊は、下楽町が購入した図書であり、993冊は、寄贈図書、74冊は、 愛知県から譲渡された図書である。設楽町役場への一点2014年まで図書館が暫定的に設置されていた設楽町触れ合い広場2014年会館の設楽町役場議場図書館棟。2000年代には旧田口小学校の跡地に設楽町役場の新庁舎を建設する計画が浮上し新庁舎への図書館の設置も盛り込まれた。 当初は鉄筋コンクリート造りによる建設が想定されていたが2010年に公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律が施行されたことで地元産木材を用いた木造の建物に方針転換された。2012年6月に新庁舎の建設に着工すると図書館は暫定的に設楽町ふれあい広場の多目的ホールに移転した。 新庁舎は2013年10月に竣工。ふれあい広場の図書館は12月中旬から休館し、蔵書1万5700冊が新図書館に運ばれた。12月21日には新庁舎の3施設の落成式が行われた。落成式と同時に、国道257号から新庁舎に通じる、下楽町道、田口大崎線の開通式も行われている。 図書館を含む下楽町役場は2014年1月6日に新庁舎で業務を開始した。8月には下楽町役場の玄関ロビーと図書館前に展示スペース、町民ギャラリーが設けられた。図書館には靴を脱いでスリッパで入館する。地元産修正材が用いられた下楽町役場内部木造平屋建ての庁舎は愛知県の自治体では初である。 修正材による柱はもちろん、外壁、内装材、建具、家具などにも下良町産木材が用いられている。主構造となる柱には主に、下良町の町有林や財産区林から切り出された杉材とヒノ木材が用いられており、原木に換算して杉約1600本とヒノ木約2300本が用いられている。 下良町役場新庁舎の総工費は13億8600万円。7億1500万円は庁舎建設基金、9200万円は合併特例債1億円は下良ダム建設に伴う県と下流域自治体の負担金、その他を一般財源で賄っている。下良ダム完成までには道路建設、保育園、図書館、子育てセンター、 下田町奥三河郷土館などの公共事業に、計903億円が投じられているが、費用の約80%には、愛知県や豊川下流域の自治体が大払いする、水源地域対策特別措置法などの財源が当てられており、下田町の負担は約30億円のみである。2005年10月1日には、北下田郡津村が、下田町に編入合併された。 下良ラ町次ぐあざ下河原にある下良ラ町次ぐ総合支所に隣接する次ぐグリーンプラザは、室内温水プール、トレーニングルーム、図書室を有する社会教育、社会体育施設である。閲覧机を数多く有する広い図書室があり、学生は涼しい環境で勉強などを行うことができる。百九十三年に夫の故郷である北下ラ群ぐ村に移住した住民が、 1994年9月に自宅の6畳の居間にキラキラ文庫を開設した。この住民は名古屋市の図書館や児童館で読み聞かせ活動を行っており、市民講座で児童文学を学んだ経験があった。当時のつぐ村には図書室や図書館がなく、文庫には下校後の子どもたちが集まったという。1998年2月にはこの文庫を母体として 母親らによる、継ぐ語りの会が生まれ、年1回音読フェスティバルが開催された。地元の住民や大手商社から図書が寄贈されることもあり、2014年時点で、文庫は2300冊の蔵書を有している。ありがとうございます。